埋蔵文化財センターは、神奈川県横浜市の公共機関、同市栄区や七里に所在、いわゆる埋蔵文化財センターの一つ。公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団に所属し、市内の埋蔵文化財発掘調査や、その整理作業を行う。正式名称は、公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター。 一般名称は埋蔵文化財センターだが埋蔵文化財センターは全国各地に存在するため通称として横浜市埋蔵文化財センターの故障が用いられている。1969年発足して以来、港北ニュータウンなど市内各地で発掘を行ってきた。 横浜市埋蔵文化財調査委員会が1989年に解散し、その仕事を引き継ぐ機関として設立された。1992年に公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団の発足とともにその所属機関となる。江北ニュータウン造成当時、鈴木区、青葉区、江北区一帯に存在していた埋蔵文化財放送地について、 発掘調査による記録保存が図られたが、調査は発掘作業を優先的に進めるという方針が取られていたため、出土した膨大な量の遺物、遺構の記録類は未整理、未報告の状態で残された。そのため、埋蔵文化財センターはこれらの遺物や遺構を整理し、その成果を順々に報告、公開している。また、現在横浜市内で行われている発掘調査のうち、 学校建設や道路、鉄道事業など、公共事業に伴って失われる、埋蔵文化財の発掘調査を実施している。このほか、広報誌、埋分横浜の発行や、遺跡見学会、展示会への遺物の貸し出し、講師の派遣など、普及啓発に関わる業務も行っている。センター内には出土品展示室がある。また、整理作業中の遺物の一部を見ることができる。 ありがとうございます。